ジェームズ・バリー・ミューニック・ヘルツォークは南アフリカの政治家、軍人、国民党の創設者である。ヘルツォークは1866年4月3日に英領ケープ植民地ウェリントンで生まれた。彼はステレンボッシュのビクトリア・カレッジに進学し、法学を学んだ。その後1889年にはオランダのアムステルダム大学へと留学し、法学博士号を取得した。 1892年に南アフリカに戻ったヘルツオークは、1892年から1895年まで、プレトリアで弁護士を開業した後、オレンジ自由国の交際の判事に任命された。1899年から1902年までのオーア戦争時には、ヘルツオークはオレンジ自由国軍副司令官となり、各地に転戦してのゲリラ戦によって、名声を得た。 1902年のフェリーニヒング条約には、ルイス・ボータと共に、ボーア側代表の一人として、交渉の席につき、和平には不服だったものの署名した。戦後、ヘルツォークは、オランヒアイに党を決闘し、アフリカーナーの復権に奔走した。1907年の選挙で、オランヒアイには圧勝し、ヘルツォークは、司法長官及び、教育長官としてオレンジ側植民地内閣に、 入閣した。彼の主張はオランダ語を英語と同じく教育言語とすることであり、議会でその法案を通すことに成功した。この際、トランスバールにおいてオランダ語を教育言語とすることのできなかったヤン・スマッツと論戦があり、これ以後の両者の政治的対立の源流となった。1910年に南アフリカ連邦が成立すると、ヘルツォークは、 法務大臣として入閣したものの、1914年1月に内閣を辞職してケアし、国民党を決闘した。国民党は仮想のアフリカーナーや労働者の支持を集め、さらに南アフリカが第一次世界大戦に参戦すると、参戦に反対するアフリカーナー全般から支持を集めるようになった。1922年の鉱山労働者のストライキを、 政府が武力で鎮圧したことが決定打となり、1924年の選挙で国民党は勝利し、ヘルツォークは首相に就任した。ヘルツォークは首相の座に就くとアフリカーナーの地位の向上のために様々な政策を実施した。農産物市場の保護や白人労働者保護、白人女性への賛成権の付与により、 白人全体としての政治力経済力を増強し、1925年には公用語をオランダ語からアフリカンス語へと変更した。また、ヘルツォークは南アフリカを主権国家とするため運動を続け、1931年にはウェストミンスター憲章が採択され、南アフリカは自治国からイギリス連邦内における独立国となり、内政外交に、 完全な主権を持つこととなった。1934年の連邦地位法によって、南アフリカの主権国家としての地位は確立した。1933年、大恐慌の余波を受けて混乱する南アフリカを立て直すため、国民党とスマッツの南アフリカ党は連立政権を樹立し、ヘルツォークが首相、スマッツは副首相となった。両党は翌年合同し、 連合党となった。連合党は選挙に勝利し、経済も立ち直りを見せたものの、1939年に第二次世界大戦が勃発すると、ヘルツォークは中立を希望し、連合国側での参戦を望むスマッツ派と激しく対立。議会の採決ではスマッツ派が僅差で勝利し、敗れたヘルツォークは首相を辞任した。1942年11月21日、 ヘルツォークは、プレトリアにて亡くなった。岡倉都市、2003、ボーア戦争、山川出版社 ISBN46 億3464万7001、P152 から153、レナード・トンプソン長、宮本正雄、ミヌヨイチ、ヨシ常ニツネ役、1995、南アフリカの歴史。 明石書店 ISBN47 億5030万 6991P272 レナードトンプソン著宮本正雄、ミネヨイチ、ヨ常クニツネオ役、1995南アフリカの歴史、明石書店 ISBN47 億5030万 6991P286 レナードトンプソン著宮本正雄、ミネヨイチ、ヨ常クニ役、 1995南アフリカの歴史赤市書店 ISBN 47億5030万 6991P288 ありがとうございます。